切り絵イラスト作家の紙切りなもんです。今、こちら、東京交通会館、有楽町新丸にあります、東京交通会館の2階、入浴ギャラリーに私でございますが。でね、いよいよ、やっぱり世間の波に乗りまして、こういったものが会場でご用意しています。これ、まあ、皆さんご存知の通り、検温器なんですね。こういったものですね。で、どういうふうに使うかというと、ボタンを押して、こういうふうに数字が出ます。で、ロボット先生、まあ、これ私、自分自身やってみますね。これ、接触しないで、大体これぐらいの距離でやると、はい、このように、私の今の体温が出ます。で、これ、まあ、この会場の場合、37度から37度5分の方には、まあ、入室、ご遠慮するという形で、これ、東京交通会館の方で貸していただきました。これと、実際に、手洗い用のアルコールも入り口の方に用意してございますので、ぜひ、皆さん、ご自身ではこのマスクの着用でご来場いただければと思っております。すごいね。で、問題なのはこれね、問題なんですよ。何が問題かと、性能も問題なんですけども、これ日本製じゃない、日本製ではなくて、どこかといえば、見てください、メイドインチャイナ、メイドインチャイナしか今売ってない。もう日本製はほとんど今、在庫なし状態で、待つしかない。で、ネットで、まあ、買わないように、こちらの東京交通会館の方が買ったそうですよ。まあ、その恩恵に私も預かりながら、こちらの検温器、私がお客様一人一人に当てて、お調べするという体制をとっておりますので、安全を考慮の上、皆様のお立ち寄りお待ちしております。よろしくお願いいたします。